でもその中で、ね、モリオ君なんか監督のノックで本当に死んだ時もありましたけど、俺あいつ3回死んだと思っただって約束守らないんだもん。自分がもう限界だってダメだと思ったら、ね、グローブ手から離せよって言った。それが終わりの合図だよっていうことを言ってて、こっちがもうあいつダメだろうなと思っても手からグローブを外さないんだ。そして聞いたら外れないんだって頭から水ぶっかけても、でトレーナーに見てこいつって言ったら、トレーナーバチッてすぐバチッと出した。その点荒木と井端は賢かったな。